ジェイユネイちゃんさすがにデカすぎない、に対するみんなの反応。なんか大人よりも背が高い気がする。カキツバタよりでかい。180くらいありそう。はい。縦がでかい分奥行きが薄くなってるからバランスは取れてるんでセーフ。大変だー、がジェイユにぶん殴られて死んだー。ネリネは同じくらいの背丈だった気がする。ネリネの方がずっと身長低いぞ。ネリネの方が頭半個分くらい小さいぞ。ジェイユはマジで身長高い。その分胸はプレートじゃねえか。いいだろ、美人でモデル体型の強気なーね。態度が、って話かと思ったら、手出るよ。身長測ってるアカウントで推定182って言ってなかったっけか。ウエストポーチの位置が主人公の肩あたりだよね。美は姉の方が厚みを感じたけど、背は同じくらいか、ペパーとかキャラ的になんか背高そうに感じたけど意外とそうでもない。美和ちゃんは全体的に肉付きがいいから背が高いというよりがたいがいいって印象になる。ジェイユはマジでスレンダーなので縦長の印象が強くなる。ペパーよりネモの方が背高いんだよな。ジェイユとネリネの身長差はこんな感じだな。身長測定してる人によると美和姉は190超えるらしいから作中トップの可能性がある。基本は OK だから締まって見えるのもある。は、脱いだらすごいんだけど。当たり前だよなー。ブライアの敬語でいろんなとこ旅した結果引き締まったボディがあるんだ。じゃあ脱いでほしいからアローラあたりの海行こうぜ。ネリネも大概スレンダー美人系だけどそれと比べて結構ボディライン出る。制服着てるから服のせいにもできないし。多分キュッキュッキュッだよね。カミツレさんに匹敵するレベルの完璧なモデル体型なんよな。将来はやかましいシロナさんみたいになる可能性もある。逆にカミツレさんって身長どのくらいなんだろ。ポケマスのカミツレさんのスタイルの良さはたまに話題になるね。同じ作品中で比較しても明らかに違う。モデル服着てカミツレとユリナと並んでるのみたいな、というかブルベ服とジンベイ以外がみたい。喋ったら残念なことがバレる。パリコレ級美人だよ。背も高くスレンダーで美人顔だし本当にモデル向いてそう。晒しという可能性があるからモルペコ派は諦めるな。でもぶっちゃけゼイユならそのままでもいいよ。ヘビ目もめちゃくちゃかっこいいし最高に恵まれた外見から飛び出る中身じゃやん。身長といい足の長さといいファッションモデル向きの体型なんだよな。マジであれって日韓的な体型だと服のシワやシルエット崩れるからスレンダーな人がぴったりらしいし。確かにそこにあるエロスに気づかないとは。背が高くて丸が小さくてケツがでかい理想的なモデル体型だな。ケツでかいかな。腰の幅はあるけどケツそのものはそこまで膨らんでない気もする。言うほど大きくはないけど3サイズ的には B より H の方が大きそうな気がする。ただそれでも全体的に細い。スレンダー美女最高。ポケモン史上トップクラスに人気の姉キャラ。弟いるねーってパッと思い浮かぶのグリーンの姉まで遡っちゃった。誰かいたっけ。カキツバタよりでかかったのはマジでびっくりした。逆にスグリはやたら小さいというか細いね。スグリも小さく見えるけど、主人公はスグリの着られなくなったジンベイをお下がりにもらってるので、あれで主人公とスグリも設定的にはある程度しっかり差があるのよね。でもモデル測ってるのが X に上がってたはずだけど結論身長に差はほとんどないってことだから主人公が細いのかスグリが着痩せするタイプなのか。でもゲームのモデル見比べると足なんかは青春よりスグリの方が細いのよな。脚部は主人公が若干太くてがたい自体はスグリが上だそうで。とある勇者によると姉ちゃん182センチメートルくらいじゃねとのこと。ちなスグリが153センチメートルくらい、ジニア先生が180センチメートルくらい、ブライアサが173センチメートルくらいらしい。スレンダーで気の強い女が好みだからめちゃくちゃ刺さる。ただ気が強いだけじゃなくて面倒見がなんだかんだいいし、プレイヤーの代弁もしてくれるから好き。青春とスグリだとスグリのが幅がある感じだから比較的がたいがいいくらいの違いなんじゃないか。ブルベリに通い出して学食食ってるうちに昔の服が入らなくなっていったんだろうな。ジンベイって肩幅はそんな問題ないはずだから体格ってのも不思議なんだよな。主人公が着たのと並べるとズボン丈が合ってない感じに見える。スグリはなんなら前編のスグリより小さくなった気がする。あとジンベイにしろタンクトップにしろなぜかは知らんが、スグリだけいつもちょっと肩や首周りから服がブカついて浮いてるモデリングになってるから過剰に小柄に見えるのかも。ポケモン歴代でも屈指のスレンダーライン。そこに美がある。チリちゃんやオモダカさんとはまた違うスレンダーボディ。チリちゃんはともかくゼイユは十分あるだろ。ナシと比べたらそやあるやん。ちょ待ち、自分なんで今チリちゃんの名前出してん。態度がね。これすぐり成長したら2むくらいになるんちゃうか。
兄弟姉妹がでかければ自分も大きくなるなんて確証はない幻想だぞ。残念だが身長の遺伝は20くらいで別に高くない睡眠、食事、運動、姿勢、筋肉量で後天的のが大事だぞ。大事な成長期に睡眠削って吐くほどの無理な生活してたの身長伸びないやつの典型パターンでは、睡眠不足、日光を浴びない、姿勢が悪い、激しい労働、過剰な筋肉をつけるこれらの根拠ある成長阻害要素に3つくらい抵触しちゃってるね。髪のボリュームもあってねりねと並んでる場面でマジででけえってビビったマジでせいでけえ。おっまるまる好きだけどジンベイのゼイユはなんとも言えない色気があったと思う背は高いけど完全に大人ではない絶妙な年頃の体型というか。あれだけ自分の容姿に自信満々になるのもわかるスタイルだよね。高3女子で180センチメートル超えでモデル体型は相違ないファッションモデルからスカウト来てもおかしくなさそう。ポケマスでカミツレさんとルリナさんの現役モデルたちと並んでおしゃべりしてほしい。なんだろう。ゼイユは今が完璧なバランスで、どこか少しでも持ったり削ったりすると魅力が損なわれる気がする。女性の成長限界の16だからもうこれでザ、ワールド、君は美しい、だぞ。スレンダーってか細長い男じゃね。個人的にはすぐりもぐんぐん伸びて、シャリ立つとヘイラッシャみたいな絵面になってほしい。こんなお姉ちゃんいたら狂ってたからいなくてよかったいないことに気づいてくるーいよ。タッパとケツがでかい女が姉ちゃんなんて羨ましいよすぐりお前と親友になりたかった。ヒールもあるんだろうけどリップさんもでかくね。チリちゃんと並んだ時頭一つ分くらい違って驚いた。こういうスレンダー体型の長身美人ほんと好き目も切れ長で素敵だしビジュアル満点なのに中身まで面白くていい女だから最高。北上っておそらく日本モデルだよね。日本人でここまで背高いんか姉ちゃん。北上市がある岩手県はもともと縄文人蝦夷の血が濃いから背が高い人大谷さんとか老のぞみ選手とかが結構いる。でも現実で成人しても姉より小さい弟って見たことないんだよな。見たことある人いる。弟どころかバレーの選手とか兄よりも高い人がゴロゴロいる。普通にいる可能性を考えるのは自由だけど絶対的なものではないのできっとそうなるみたいに言われると夢見てんなって思う。兄弟で体格が近いのは同じ食事、睡眠周期、部活、習い事になるからってのがでかいからね。中学から全寮制の学園に入ってる二人はもう別周期になってそうそれで税優の周期考えると昼休憩に友達引き連れて、ゲーユこのブルベのクソカロリー学食大食い対決しようぜ。当然のように午後の授業で盗み食い。蓄えたカロリーを課外授業で他生徒が、面白い所で笑ったってなるくらいの大はしゃぎで消費。宿題終わってこれから友達と深夜の夜更かしタイムだーって時に、すまん昼はしゃぎすぎて眠いから寝るわうで夜10時頃にはベッドにダイブで朝までカビゴンになってそうだもん朝もすぐ起きてランニングとかしてそう絶対背が伸びるよこんな人。部屋にチョコいっぱいあるしあの学食も食べてるのだとしたらマジで全然太らない体質なのかもしれない横ではなく縦に伸びる。主人公が子供だからそこからの対比ででかく見えるんだと思ってた普通に現実の自分よりでかくて笑った。このデカさで性格までしっかりしすぎてたら多少近寄りがたいのでやっぱり内面含めて税優の魅力だよなぁと思う。身長の伸び台は遺伝で、実際にどのくらい伸びるかは環境とかの要因がでかいと聞いただからすぐりも税優くらいまで伸びる可能性はあったんじゃないかな自分でその可能性潰してるけど。身長が伸びるかどうかは遺伝で9割決まるよただし上で言われてる通り実際の伸びは生活習慣でプラス10くらい差が出る税優は遺伝だとしても高すぎて草だから習慣的にプラス10に振ってそうだな。男の子は20歳くらいまでは伸びる可能性あるからすぐり今からでもちゃんとした生活しろ。税優小さい頃は走り回ってそうだもんな。主人公も身長伸ばせたりしないかな個人的に背が高い方が好きなだけだが。小さい頃から山登りが趣味なすぐりはなんで足細いんだ。こんなエッチな女は少年の癖を壊しちゃいますよ。リーグ部のタンクトップ姿とかも見てみたいっすね。上着とかは着ないで、ぜひタンクトップオンリーで、ポニテにして同じ見せてくれても構わないっす。同じスレンダーでもチリちゃんやオモダカさんより背高い。青春もゼイユぐらいでかく育ってほしい、育ちすぎなのよ。ってゼイユを罠罠させたい。男性であるハルトはともかく葵はすごいことになりそうだな。ポケセンのパネルって等身大なのかな。ゼイユお姉ちゃん、俺より背が高かった。すぐりが背中に隠れる設定あったから背でかめにデザインされた感ある。
弟がちゃんと背中に隠れられるようにすくすく成長する姉の鏡。じいちゃんばあちゃんも昔は高かったのだろうか。マジでモデル体型よな。柿つばたよりでかくて笑った高身長女子いいぞ。ブルベリの制服がやたらきちっとしてるから余計スレンダーが際立って俺を狂わせる。